大玉里氏は、愛知県稲沢市出身の日本の放送作家、構成作家。ニックネームは、王さん、ジャミー。血液型大型。株式会社名古屋東通り企画所属。1976年、愛知県稲沢市にて、父と市光と母、と紀子の長男として誕生。姉と弟の三人兄弟。稲沢市立大里中学校。 愛知高校を卒業し、愛知学院大学法学部法律学科に入学。1998年、大学卒業後に、幼少の頃からの親友の誘いで上京し、一度は大手優先放送会社でサラリーマンとなるも放送作家になる夢を抱き3ヶ月で退社。その後、西長福で喫茶店のマスター見習い、六本木のフリーペーパーの企画、 運営や飲食店企画などの仕事を行いつつ、放送作家事務所に番組企画賞を送り続ける。1999年よりリサーチャーとして24時間テレビや週刊ストーリーランドなどに参加し、放送作家への足がかりをつかむ。2000年よりリサーチャーとして参加していたマジカルズノーパワーでクイズ番組の問題作成を経験。2002年、 クイズドルミリオネアの問題作成者として作家デビュー。フリーランスの作家として活動を開始。2004年、株式会社オフィス2-1に所属。2006年、株式会社名古屋東通り企画に移籍。主にバラエティ番組、クイズ番組、情報番組の構成を担当。NHK アナウンサーの坂井博史は、小学校と中学校の同級生で、共に野球部に所属していた。 ありがとうございます。